こんにちは、K-Y と時計班の星です。あ、西山です。いよいよ有馬記念を迎えました。はい、もう締めくくりたいです。はい、そうですね。はい、まずは関東馬から。そうですね、行きましょう。どうして、結構いい馬いるんですけど、いるね、上昇度というか、うん、前走との比較からすると、うん、ルージュバックスはすごく良くなってると思いますね。前走の時も結構動きは良かったんですけれども、まだこう体が華奢っていうか鮮度が下がって、ちょっとまだこうなんつうかな、パワーがつききてないかなっていう感じがしたんですけど、今回はもう中身が違うっていうか、眺めからすごくいい感じで走ってますし、で本当走りにも前回のビデオ見てもらえば分かるんですけど、すごく力感が出てきて、状態自体もすごく良くなってると思いますね。前回ちょっと見事での調整がちょっとあんまりなかったから ね、今回のちょっと密度が濃いかなって感じだよね。そうですね、うん、これはかなり上向いてると思いますね。状態はですね、状態はですけど、いやいやいや、俺もいいと思ったよ、ルズバックね、はい、他もいい馬いるよね、ルズバック。そうですね、うん、あとはやっぱり上がり馬のゴールドアクターですね。そうだったね、はい、先生、うん、先週がウッドで79秒、63秒台、うん、ハードに行ってマークして、今週も本当反応良かったですからね。そうね、前向きだしね、こんな感じで上がり馬らしい、本当勢いがあるね、今のね。そうですね、はい、まあ上がり馬といえばアルバート、はい、今日の追い切りだったけど、はい、いや全くなんていうのかな、その結構ね、コンスタントに使い込まれてるんだけど、はい、全くそんな疲れを全く感じさせない。そうですね、ものすごい前回のほうでもさらに動きが自体は良くなってる感じで、そうですね、ちょっと一皮むけちゃったなっていう感じの、うん、大喜利だったよね。いい感じでしょ。他は、まあ、マリアナランターも、ね、決して悪くはないんだけど、うん、まあ、関東の中では確かにルージュバック、はい、うん、ゴールドアクター、はい、アルマート、この3とか 1,2,3 って感じで、うん、いい感じだったね、はい、うん、それでは関西バー、関西バーですね、うん、いいよ言って、北三ブロックじゃないの。いや、北三ブラックがさ、意外にちょっと動かなかったよね。ちょっと馬場がなんかちょっと不良まで悪そうだったんだけど、うん、まあ、しっかりは追い切れてはいたんだけど、ちょっとなんかちょっと伸びが物足りなかったなって感じだよね。自分は前回もがやっぱ鋭さっていうか、いい感じは感じました。自分は感じましたね、前回の方がね、はい、うん、いいとすればどれかな、西山は。僕はちょっとあの長半博打っていうか、うん、あれになるんですけど、リアファル。リアファルね、はい、うん、このままいつも追い火の時は必ずルメール騎士が乗って、そんなにハードには追わないですよね。そんなにハードに追わなくて合わせまでやってくるっていう感じで、今回助手乗せてすごいハードに追ってきたんで、結構これテンション高い馬だから、輸送って大丈夫なのかなっていう感じはあったんですけど、結構攻めてきたね、はい、攻めてきたんで、うん、これはかなりもしかしたら上積みあるのかな、まあ、いきなりピークの仕上げに持ってきたっていう感じなんだろうね、はい、まあ、意欲的だったね、はい、よく感じられましたね、うん、はい、まあ他で人気を集めそうだなのが、ラブリーデーなんだけど、ラブリーデー前回はまあいいなって感じだったの、まあ、今回も決して悪くはないんだけど、はい、上積みっていう点ではちょっと そうですね、そのどうなのかなっていう感じはあったね、はい、うん、それではサウンズオブハーツとか、サウンズオブハーツなんてすごいなんかものすごい抑えきれないほどの気合い乗りで、もう伸び伸びと走ってたし、ものすごくこう状態は良さそうと、まあゴールドシップなんかもね、そうですね、うん、すごい真面目に走ってたね、真面目に走ってますね、うん、なんかなとサンスポに今日乗ってたけど、内パクさん立ち上がってしたらしいってね、落とそうとしたらしいっていうの立ち上がってね、まあそういったのうるささも出てきたから、うん、まあ一度戦われてゴールドシップは、まあ、インターレースらしいんだけど、順当に良かって感じだよね、はい、だ関西馬は、まあ、人気を集めるラブリーデーと北サンブラックの取り扱いが微妙なんだけど、ちょっと俺はちょっと追い切りはあまり感心しなかったけど、うん、まあ、その ストーリーで変わってきちゃう場合があるから、はい、まあ、関西馬の追い切りの中で俺はね、サンズオブアースかなっていう感じ、まあ、西山はリアファルっていう感じだね。あ、これちょっとわかんない、当日本当ケア見ない、わからないね、わからない部分ありますけどね、まあ関東馬、さっき言ったルージュバック、はい、うん、ゴールドアクター、アルバート、どれもいいんで、俺はこの中から、本命は選ぼうと思った。はい、うん、関東馬でも自分勝負なんで、もちろんね、はい、自分勝負なんで、はい、はい、